今日のこの時間は中日ドラゴンズ、まあ昨日で阪神戦、昨日の阪神戦で今シーズンの全日程を終了しておりますので、はい、そこで、森監督の、総括ということ、はい、若狭アナウンサーが聞いてくれたんですね。そうです。代表質問私がしてまいりました。はいはい、今日はたっぷりと。じゃあこのコーナーもお任せします。わ、はい、かりました。はいはい、まず今年を全体的に総括いたしまして、ドラゴンズファンに向けてのメッセージも口にしました森監督です。まあ5位はもう決まったことだし、今の成績で当然こういう結果になってしまったことに関してはね、これはもうファンの皆さんにはまず、この前名古屋で言った通り責任は感じてます。投げる方も打つ方も守る方もこれはやっぱり、優勝したチームとの、ね、差っていうのは、当然見えてることだと思いますし、そこをこれからどうしていくかというのは、今後ね、秋から春にかけて来シーズンに向けていかなくてはいけないところだとは思ってます。本当苦しいね、辛い、シーズンにさせてしまったことはこれはもう深々とお詫びは申し上げますし、本当に最後まで応援してくれた人たちには本当に、感謝の気持ちでいっぱいですし、まずチームドラゴンズよりも野球をねもっと楽しい方向に進んでいけれるような、いろんなことをイベントにも、ね、協力はしますし、選手もそういう方には、みんなで向かっていくことは思ってます。はい、うん、ということで、うん、総攻守すべてにおいて優勝チーム、やはりカープとの差を年間通じて感じたということでしたね。はい、ちょっと甲子園球場でこの話聞きまして、うん、はいはいはい、三塁側のダグアウトの奥の通路で聞きましたので、うん、ちょっと雑音があって、ごめんなさいね、お聞き苦しいかもしれませんが、はい、続いてはピッチャー陣について総括した森監督です。先発投手、リリーフ投手について振り返っています。描いてたものではないことは、それ間違いないんですけども、前半戦はね、故障者が何人かいましたけども、まあ、外国人が、踏ん張りながら、なんとか頑張ってはいてくれてたっていうところは、よしとして、途中からやっぱり故障者怪我人、それから、チームで理想としてた中心の選手たちがね、なかなか思うように、成績が伴わなかったってことのところが苦しいところではあったなっていうのは、先発ピッチャーの頭数がちょっと計算違いっていうところは見えましたけどね。まあ、セットアッパー、クローザー、そういうリリーフ陣に関しては何人か新しい人もね使いながらいろんなことは試しましたし、全体の中では最終的にはね、ピッチャーとバッターの得点の取るところを取れず、守るところを守れずというそういう一つ一本が出れば、あと一つアウトが取れればというこの難しさというのはね、しみじみ分かってくれたシーズンだったのではないかなと思います。はい、やはり吉見王の中心ピッチャーがなかなか勝てなかったということですね。はい、あと個別にいろいろ名前も出してくれました、うん、小笠原に関してはいい経験をした、うん、球数も投げられてローテーションを後半は守った、うん、来季に対して期待が膨らむ、鈴木に対してはこれからというところで怪我をしてしまった、はい、秋から春にかけてはもう一度体をしっかり作ってほしい、そして孤軍奮闘又吉に関してはよくやったと思うと、うん、ただチームのためになるのはやはり中継ぎかなということもありまして、はい、来季先発でも十分結果出せそうなんですが、うん、又吉はおそらく8回あるいは7回というところになりそうですね。はいはい、あ、ね、谷本選手が来た時にね、わこれはいいぞと、はい、だから又吉の担当している部分を谷本投手がやってくれたら、うん、又吉さんまた先発でって、はい、そんな風にもちょっといいように考えてたんですよね。そうなんですよね。そうすると大きな連敗もひょっとしたらなかったかもしれないんですが、うん、ね、はいはい、又吉投手はやはり中継ぎとしての評価が高いようですね。うん、はい、続いては野手です。全体的に今年はどうだったのか、そしてウィークポイントの一つであります、キャッチャーについても触れています。全体を見ると終わった限りではね、やっぱり故障者、怪我人が出てしまって、レギュラーがやっぱり2人3人いなくなると、しんどいなと。あと、任せられる2番手の人たちが、まだ争える中でね、すぐ代わりがっていうのは、見つけることができなかったっていうのが、シーズン終わってね、じゃあ来年はっていう期待はある程度の人はあるかもわかりませんけども、まだまだ
そういう点では追いつくのには追い抜くには時間がかかったのかなという気がします。キャッチャーもやっぱり本当なら1週間ないし2週間の中でのゲームが6試合ずつあるんであればね、やっぱり5試合ぐらいは投げかぶれるピッチャー、キャッチャーがいるんであればね、それが一番理想なんですけども、まだまだそこまで任せられるっていうのがピッチャーとの兼ね合いとかね、それによって変わったりいろんなことはさせてはみましたけども、まあ、一つの課題としてはうちはね、ずっと言われてることなんで、これはもうバッテリーコーチがもう辛いシーズンにはなったと思いますけども、チャンスはみんなもらいながら今後どうするかということで必死にやってくれてはいるんでしょうけどね。うん、はい。大島、平田、ビシエドなどの主力の離脱が痛かったということと、その穴を埋める2番手野手が手薄だったということですね。はいはい、うん、そして走る野球を掲げていたんですが、うん、森監督は、強打大島、平田がいるうちはある程度できたが、離脱後は難しかった。しかし、去年よりは、牽制球をもらったり、次の塁を狙う姿は見られたと、一定の評価はしていましたね。はい、はいはいはい。そしてやっぱりキャッチャーに関してはまだまだというところですね、はい、さあ最後に補強についてです。森監督、ズバリどこを補強しますか？全部でしょ。キャッチャーのところもそうだし、まあ、その中で外国人の、ね、補強っていうのも当然絡んではきますけども、先発ピッチャーの外国人の補強っていうのはこれはまず位置に上げながら、いろんな編成分野、まあ、これからドラフトでのスカウト活動、そういうものを見ながらいろんなことは考えていくつもりです。はい、外国人の先発ピッチャーという言葉がありましたね。はい、そして明日スカウト会議が行われますので、はい、明日森監督もある程度スカウトには監督の意向を伝えるということのようですし、うんうんうん、ゲレーロに関しては得点源にはなったが、その他に関しては厳しいところもある。これからの引き止めに関してはどうしますかと私尋ねますと、それについてはノーコメントということで、うん、なんとなくゲレーロに対しては冷たい発言が多かったですね。あ、そうです。無理して引き止める感じはなかったです。あんまりマネーゲームにはしたくないというところもあるのかもしれませんけどね。はい。いずれにしても金本監督が掲げた言葉じゃないですけど、はい、これ5年連続 B クラスですから、それこそ超変革ぐらいのね。そうですね。大きななんか動きっていうのがないと、とも思えますよね。そうですね。本当にこれからの補強も含めて、秋のキャンプ、うん、春のキャンプが楽しみだというところだと思います。わかりました。はい。はい、以上 CBC ラジオ若狭圭一アナウンサーのリポートでした。若流一番星です。ドラゴンズの若手選手、現在宮崎フェニックスリーグに行っておりますが、そこで若手選手のリポート宮崎から伝えてもらおうと思います。宮崎の西村さん、改めましてよろしくお願いします。はい、お願いします。もう一番星になってほしくてもう何年経ったんだろうという高橋周平選手について今日は お話していきたいと思いますが、はい、昨日もこのコーナーでもお伝えした通り、フェニックスリーグではセカンドに現在挑戦中です。はい、今日も含めて3戦連続で4番セカンドというポジションになってるんですが、はい、なぜセカンドなのかというところを、うん、いろんなところに話を聞いてみました。うん、まずは本人にこの4番セカンドいつ言われたのというふうに話を聞いてみますと、一軍にいる間にもうすでに言われていたそうです。へえ、ですから先週、高橋選手が最後一軍に出場したのが、先週の甲子園球場での阪神戦でしたので、うん、その時にもうすでに、セカンドやってこいというふうに言われたそうです。はい、で、小笠原監督もこのフェニックスリーグの初戦の前にして、高橋はセカンドで使う、それが上の方針だというふうな話をしていますので、はい、そういうところでもうすでにシーズンの終盤、あるいはもう最終戦を間近にして、そういうことは決まっていたということのようなんですね。はい、で、まあ、なぜセカンドなのかというところなんですが、このフェニックスリーグに来ている陣容を見ていきますと、内野手、外野手、まあ、今日追加で何人も入ってきましたので少し変わってきましたが、うん、セカンド守れる選手っていうのがほとんどいなかったんですよね。はい、ですので、まあ、やむなくというところも正直あるとは思うんですが、やはり、今シーズン見ていると、福田選手の台頭もあったりで、うん、高橋周平選手が出る場所がどんどんなくなってきているというところで、うん、出場機会を求めるためのセカンドかなと思っていると、必ずしもそうではないようなんです。お、そうなんですか。ええ、うん、このあたり、守備を統括してます、渡辺コーチにこちら宮崎で話を聞いてみたんですが、うん、
まずはやっぱりその出場機会なくなるんじゃないかっていうふうに言われていることで、本人も少しテンションが下がってしまっている部分があるので、うん、まあセカンドで守備機会を与えて出場機会を与えることによって、あいつをその気にさせたいということが一つあるそうです。ほうほう、まあ気持ちの問題ですよね、うん。で、そしてもう一つっていう部分で言いますと、セカンドというポジション、バッティングに対して非常にいい影響をもたらすポジションだという話なんですよ。はい、どういうことかというと、サードを守っていますと、基本的に動きの方向っていうのは、基本左の方ですよね。本人からすれば、ショートの方向にしか動かない、うん。一方向にしか動かないんだけれども、セカンドを守ることによって、ファースト方向、そしてセカンドベース方向、つまり右にも左にも足を動かすことができると。うん、いうことで、試合中からどんどん足を動かす、体を動かすことで、バッティング、打席に入った時にも、いい影響が出るんじゃないかというところが一つ。そして、もう一つは、セカンドというポジションは、サード以上に、まあ、これ、ショートも同じこと言えますけれども、相手のバッターの調子、あるいは、こちらの自分のところのチームのキャッチャーのサイン、そしてピッチャーのボールなどを見極めて、いろんな方向に守備位置を変えますよね。うん、そこのあたりの予測っていうことができることによって、随分とバッティングの向上に役立つんじゃないだろうかというところで、セカンドを守らせようということになったそうなんですね。はい、で実際に、やはりサードよりもかなり動きが大きいので、高橋周平選手に聞いてみても、非常に疲れますということが一つ。うんうん、そして、やはりかなり頭を使いますという話はしてましたね。はいはいはい、あ、なるほど。で、セカンドというポジションは、そう一筋縄に簡単にできるものではないので、うん、今日高橋選手の話を聞いてみても、そんなね、簡単にできるとこじゃないですよ、ここって笑いながら言ってましたけど、うん、そんな中でも、まずはこのフェニックスリーグの中で、もう人並みって言われてもいいから、特にうまいと言われなくていいので、うん、まずは宮崎で人並みにできるようにっていうところを目指してやってますと。うん、それぐらい難しいポジションなんだという話を笑いながら、かなり苦笑いで話をしてましたけれども、やはりそれだけの、非常に難しいポジションを任されている。っていうところで本人にとってもモチベーションアップにつながっているっていう部分がどうやらあるようなんですね。はい、はい、セカンドを守ることによってバッティングにもいい影響を与えるんじゃないか。で、変な言い方ですけど、セカンドを守ることによってなんか野球を俯瞰でこう見るという、うん、そんな視線も身につくんではないかと、そういう意図もありそうですね。どうやらそういうことのようです ね、はい、やはり今までどうしてもこう自分の中での自分の殻を破れないっていうところが一つテーマでしたので、はい、そういうところが新たな境地でセカンドで見出せるかもしれないという首脳陣の愛なのかもしれないなというところを感じましたね。わかりました、はい、楽しみにしたいと思います、はい、どうもご苦労様でした。ありがとうございました、はい。